はいどうもこんにちは、天丸和です。今日はですね、こちらのですねキヤノンさんのですね購入してきました。いよいよ単焦点レンズデビューするというわけなんですが、 EF50mmF1.8 のマーク2ですね、2世代になっていますのレビュー開封してみたいなと思います。じゃあですね、早速ですがこちらオープンしてみましょう。オープンしてからですね評価するしかない。開封するだけならね、何の問題もないんですが。はい、入っていたのはレンズ故障処理なんですね。こちらは、名前とか、ちゃんと書いてありますね。そうですね。問題はないようです。故障処理については問題はありません。ちゃんと入っておりますし、動画締めの名前もちゃんと入っています。そしてですね、こちらに用意したのは一緒に買ってきた白馬ですね。プロテクターになります。そしてレンズはこんな感じに入っております。ちょっと待ってくださいね。失礼いたします。iPad はこうやって立てられるから便利なんだ。これにしたらね、手持ちじゃなくて説明できるよねっていう技術にね、今更ながら気づきましたけどね。ここで出てきました。じゃじゃじゃん。わかんないね、これ。ということで、じゃあ開けてみますね。はい。ちょっと待ってください。開けますんでね。開けました。こちらが完成しました。はい。こんな感じです。そうですね、見た感じですが、まあ、蓋は新しい世代の蓋ですね。こんな感じです。そうですね、どうですか、レンズはこんな感じですね。映画泥棒みたいな感じですかね。ちょっと説明難しいかな。これは特にですね、ここにピントをこれで合わせようとしてもですね、やっぱよくわかんないつきますね。はい、ということでですね、じゃあ早速ですがこちらをつけてですねレビューしてまいりたいなと思います。すぐこちらのフィルターさんをつけちゃってですねレビューを開始していきます。フィルターの取り扱いについて特に小さいことはありません。はい、問題なくフィルター取り付きました。ということで早速ですが使ってみます。ここにあるのはキヤノン EOS KISS X3 です。 18mm から 55mm のですね標準レンズを取り付けておりますが、こちらをですねジャガジャガジャンジャンジューッと外します。見えますかね。見えるかな。ちょっと見にくいね。ということですね、こんな感じです。これね、でね、これをねさらにねスクリスがねこちらをですねレンズさんと取り替えます。取り替えるってやつですね。この蓋は合うみたいですね。58mm の、そうですね、こちらのレンズ直径の蓋と 52mm のこちらレンズ直径の蓋ですが、蓋は合うようですね。そして、今回はですね、EF レンズ、EFS レンズではないので、ね、白い点ではなくですね、見えるかな？ここの白い点ではなくですね、こちらの赤い点で合わせることになりますのでね。まあもしですね、初心者の方いらっしゃる、こちらのですね、赤い点のところに、赤のレンズをこのようにですね、こうか、合わせてですね、すいませんね、角度の関係でこうするしかないんですが、これで取り付け、これが、単焦点レンズを装着した我が家の X3 さんの姿です。ではですね、早速ですが、こちらでレビューしていきたいなと思います。先ほどからですね、標準レンズとですね、今回の単焦点レンズのね、比較をですね、お見せしてきたわけなんですが、ちょっとね、今回はね、被写体もね、室内で少なくてね、なかなか違いが分かりにくかったとは思いますが、それでもやっぱりボケ味を出せたりね、やっぱりその明るい分、いい感じの写真が撮れる
かなって思いますね。ということでですね、これからもですね、これは外出した時とかよく使いたいなって思います。でですね、これね、何に向いてるかなって思ったらですね、人物ですね、特に可愛い女の子とか撮る時とかにね、これね、なかなか向いてるかなって思うんでね、ぜひぜひね、そういう風に人物写真とか撮れる機会があったらね、特にこのレンズをですね、重宝して使っていきたいなと思います。まだまだまあこの写真のレンズについてはですね、手に入れたばっかりでうまいようにレビューできないんですが、だん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 作品とかをですね、こちらの YouTube の方にアップしていってですね、だんだん使用していった感想などを順次述べていけたらいいなって思います。ということで今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。